はじめます。人巻き込み店最初の沢翔です。よろしくお願いします。今日はですね、結構日本社会やばいよっていうお話をしていきたいというふうに思います。そしてこの危機を回避する、救うことができるのは税理士だけというテーマでですね、社長の〇〇が止まらないというのは一体何が止まらないのか、その問題を我々税理士がどうやって解決するのかっていうお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てくださいね。では、早速ですね、日本社会の何がやばいのかっていう話をしていきたいというふうに思います。何がやばいのかというとですね、いろいろとやばいことっていうのはあるんですけれども、今日の話はですね、中小企業の社長の高齢化が止まらないという話です。そしてね、この危機、中小企業を救えるのは我々のような公認会計士がね、税理士をはじめとした会計プロフェッショナルしかいないでしょうっていうことです。じゃあどうやって救っていくのか、クライアントにね、貢献するためにはどうすればいいのっていう話はですね、動画を最後まで見ていただければわかりますので、焦らずに最後まで見ていただければと思います。今後もね、このような会計事務所などの同業者向けの話であったり、資格試験のね、勉強法の話、そして税理士事務所、会計事務所でどうすれば他社と差別化して利益を出していけるのかっていう話なんかもしていきたいというふうに思ってますので、これからね、会計事務所で頑張っていきたいっていう方や、会計士税理士を目指すって方にも有益な情報を配信していきたいというふうに思ってますので、ぜひ情報を逃して損をすることのないようにチャンネル登録お願いします。では早速内容の方に入っていきたいと思います。このね、仕事をしていると必ずぶち当たる壁として事業承継問題ってありますよね。大企業であれば内部昇格でね、社長が決まることっていうのも珍しくないですし、アメリカのね、GE なんかは社長にね、就任する人を決めるためのルールっていうのが厳格に決まっているようですが、中小企業ではね、株主と経営者が別々の会社ってあんまりないですよね。創業社長の息子や娘から後継者を選ぶっていうパターンが一番多いのかなというふうに思います。でも家族だからといってうまくいくってことはほとんどなくて、いろんなパターンはあるけれども、ほぼ揉めますよね。ジャパネット高田の高田明社長みたいにスパッと後継者に引き継いでね、一切関わらないみたいな綺麗な事業承継できる会社ってほとんどありません。多くの中小企業が抱えるね、大きな問題っていうのは2つあって、1つはこれまで話をしてきたような資金繰りの問題、そしてもう1つ、これが事業承継問題ですね。資金繰りの問題っていうのはある意味単純な問題ですけれども、事業承継については問題がかなり多岐にわたります。世代に退職祝いをして引退したはずの創業者である会長が次の日も朝から普通に会社に来て仕事してるみたいなことってよくありますよね。いつまでも経営に口を出し続けて2代目がものすごいストレスを抱えながら仕事してるみたいな。それでもね、後継者がいる場合はまだマシですが、そもそも後継者がいないっていうケースがかなりあって、これが結構な大問題になりつつあります。中小企業がね、1社ぐらいなくなったってどうってことないでしょって思う人もいるかもしれませんが、1社なら確かにそうかもしれないんですけれども、それがね、何百万社もあったらどうでしょうか。このね、問題の本質を理解するためにちょっとこちらのデータを見ていただきたいんですが、今日本には380万社の会社があると言われてます。このうち 99.7% はいわゆる中小企業です。皆さんが知ってるようなね、大企業は 0.3% しかないよっていうことです。そして日本人の会社員、つまり給与所得を得ている人のうち 70% は中小企業で働いてるんですね。そして赤字比率が 70%、 中小企業の赤字比率は 70% っていうことです。ここら辺のね、話は税理士問題なんかも絡んできているので、これらのね、動画を参考にしていただければと思います。ちなみにここにいろいろな、データが数字で出ていて、基本的にこれらの数字はですね、金融庁なんかが発表している数字を使っていますが、使う際は必ず裏取りしてから使ってくださいね。ちゃんと一次情報を調べた上で自己責任での使用をお願いします。で、実はこの中でですね、唯一裏取りできてない数字っていうのがあって、この10年後生存率の 6% と20年後生存率の 0.04% です。これは設立されてから10年間生き残る会社が 6% しかないっていうことを表しています。この数字自体はいろんなところで使われていて、有名なデータではあるんですが、ソースが分かりません。もし知ってる人がいたらね、コメント欄で教えてもらえると助かります。そしてここからですね、問題がどんどん深くなっていくんですけれども、社長中心年齢の20年の推移プラス19歳、これどういうことか分かりますかね。ほとんど世代交代が進んでないよっていうことです。20年前と今とで社長の顔ぶれがほとんど変わってないってことですね。そして2025年、あと5年後に70歳を迎える社長数が245万人、だんだんヤバさが伝わってきましたかね。そしてですね、その時点で70歳以上の経営者の比率っていうのが 64% になると言われてます。今から10年ぐらい前までって、会社員の定年ってだいたい60歳ぐらいでしたよ。70歳って言ったらもう引退してても全然おかしくない年齢です。そしてここからさらにね、ヤバさが加速して、それらの会社のうち廃業予定率っていうのが 70% もあります。そのことによる経済的損失が22兆円、失われる雇用が650万人、
と言われてます。感覚的にはね、経済的損失と雇用損失ってもっとあるんじゃないかなっていう気もするんですけれども、いずれにしても今後ものすごいロスが発生する可能性が高いということです。でね、この社会問題を解決できるかもしれない、解決していかなきゃいけないのが我々のような公認会計士や税理士などの会計人だということですね。どうやって解決するんだよっていう話についてはこれから解説していきますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。中小企業の社長の相談相手って基本的には会計事務所ぐらいしかいないんですよ。家族や従業員に経営の話なんてできないですからね。社長がね、もともと自分で解決策を持っているならいいんですけれども、ほとんどの社長は解決策を持っていないからこういう状態になってるんですよね。そこで税理士が一緒になって、うちも後継者いなくて廃業しようと思ってるんだよね、なんて話をしてたらダメなんですよ。従業員はどうするんですか？放り出すんですか？能力の高い人はね、自分でどうにかできるでしょうけど、そうじゃない人もたくさんいますよね。解決できる方法があるなら社長だって廃業なんて望んでないはずですよね。もちろん、会計事務所にそこまでの責任が課されているわけではありません。基本的に顧問税理士が主に請け負ってる業務って正しい税務申告をすることですから、社長はね、税理士に経営に関するアドバイスをするっていうことを求めてはいますけれども、5万とか3万とかのね、安い顧問料ではリソースがかけられないんで、そこまで正直面倒見れないんですよね。これはね、実際会計事務所を経営してみてよくわかりました。だからといってただ死にゆく会社をね、見送るだけの送り人になってていいのかっていうと、そうではないと思うんです。そこで弊社ではね、顧問料ベースを最低月額20万円まで一気に上げることに決めたわけなんですけれども、これはね、何もお客さんから搾取しようとかそういうことではなくて、その方が確実にお客さんのためになると本気で思ってるからそうしたんです。だからこの動画をね、見ている同業者の方にも、価格勝負はやめて本気でお客様のためになる仕事をしていきませんか、業界を良くしていきませんかと思ったからこの動画シリーズを始めたんです。もちろんただ単価を上げるっていうだけの話じゃなくて、そのことによってね、使えるリソースが増えますから、その分ね、業務の付加価値も上げていく必要があります。その付加価値の上げ方なんかもね、この同業者向けの動画シリーズで配信していきます。ここで配信する情報っていうのは、毎月ね、俺が10万以上のお金とたくさんの時間をかけて集めている情報を精査してお伝えしていくことになりますので、かなり価値のある情報っていうのも出てくると思います。ですので、ぜひね、チャンネル登録をして情報をお待ちいただければと思います。話は戻りますが、もしね、自分が創業した会社がこの先も残り続けるのであれば、それを希望する社長ってたくさんいるはずです。もちろん何のね、技術もなくて顧客も抱えていないような、残す意味がないような会社じゃしょうがないですけれども、技術力があったりファンがいたりして廃業させるべきじゃない会社っていうのもいっぱいあると思います。俺自身も株式会社リーベルタットという会社を立ち上げて、今ね、いろいろな事業を行ってますが、1台で終わらせる気なんてもちろんありません。世界一のサッカーチームを作るんだから、当然ね、未来永劫を残り続けるものと思ってますし、相続なんかで揉めないように、1円の利益も出ない段階で相続対策バッチリしてます。未来に残せる会社を作るって言ったってね、たかだか税理士に何ができんだよって思うかもしれないですけれども、どうにでもできます。過去のね、動画でも話してきた通り、ほとんどの会社は間違った経営をし続けてきた結果、間違った経営判断を続けてきた結果、そういう状態になってるんで、正しい状態に戻せばいいだけなんですよ。こちらの動画でお話ししてますけど、税理士が誤った指導をし続けた結果、誰も後継者がいないような状態になってるんですよ。もし財務をきちんと見てあげて、財政状態も健全な会社に成長していれば、どうにでもなるんですよ。飲食店なんかだとね、後継者のマッチングサイトみたいのがあって、店のね、味を引き継いでほしいっていう経営者と飲食店をやりたいっていう若者をマッチングするみたいなサービスもあるようなので、まあ、そういうね、サービスを利用するっていうのも一つの手段ではあると思います。でも正直それは本質的な解決策にはなっていないのかなというふうに思ってます。結局ね、これまで言ってきた話と被る部分があるんですが、無駄な節税をしたり、利益を生み出さない資産にお金を使ったりしないで、正しい経営判断を行うっていうことに愚直に繰り返して、安全性の高い会社を作っていくしかないんですよ。そんなことね、すぐにはできないし変えられないと思うかもしれないですけれども、できますよ。もちろん1ヶ月とかね、短期間では難しいかもしれないですけれども、ある程度収益性のある会社だったら5年もあれば劇的に変わっていくと思います。前回お見せしたこちらの図覚えてますかね？税金を払わなければお金も残らないし、借金も返せない。そして銀行の評価も低くなって、風が吹いたら飛ぶような会社になっちゃう。逆に利益を積み上げて、自己資本を手厚くしてね、キャッシュを潤沢に持っておけば、
親族じゃなくてもね、会社を継ぎたいっていう人が間違いなく出てきますし、もし出てこなくても M&A 市場が今結構大きくなってきているので、収益力があれば買いたいという会社が必ず現れます。後継者が出てこなかったり売却ができない会社って何が悪いのかって言ったら、間違いなく社長です。今の若いもんは挑戦したがらないとか野望がないとかね、言う人いますけれども、違いますよ。社長が継ぎたいと思えるような会社を作ってこなかった、育ててこなかったっていうことが原因です。平均するとね、どっちかというとダメ寄りの人が多いような気もするんですけれども、やる気のある若い人っていっぱいいますよ。やる気やね、能力にも格差が広がっているっていうだけで、やる人はめちゃくちゃやりますからね。つまり全ては社長の責任ということです。でもね、そうは言っても中小企業の経営者は経営者であると同時にプレイヤーであることが多いんです。実際はね、仕事が忙しくて経営やね、財務のことを勉強する時間を取ることはなかなか難しいっていうことが多いと思います。そこで我々税理士の出番ですよ。耳障りのいいことばっかり言って社長のご機嫌なんか取ったってね、会社は良くなりません。時にはね、厳しいことも言わなきゃいけないんですよ。その積み重ねて信用をね、積み上げていくっていうことしかないんです。今世間ではね、税理士や会計事務所や何の役にも立たないし必要ないと思われてますよ。それはこれまでこの業界の人々が適当な仕事をし続けてきた結果です。もう気づかれてますよ。完全に手遅れになる前に会計事務所はね、経営を行っていく上で必ず必要なパートナーだっていうふうに思ってもらえるような業界に変えていきましょう。ということでね、本日の内容は以上になるんですけれども、次回以降はね、企業のね、財務についての話なんかもしていきたいというふうに思ってますので、ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また、動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画をお楽しみに。